お前の方も一区切りついたみたいだな。ここの錬金術師たちには舌を巻く。絶対に呉服を完成させようっていう気迫はすごいもんだ。俺はそっちの方面には明るくないが、あの様子からすると間もなく形になるんじゃないか。そうでないと、とんだくたびれ損だ。エオルゼアや東方、そしてここサベネアの地でも、人々はこうして脅威を退けんと尽力しています。されどその脅威をもたらしているテロフォロイも、いかな力を扱うとて同じく人でありましょう。生を望み明日をつながんとする人と、死を歌い終わりを求める人がせめぎ合っている。まるでこの戦いをもって問うているかのようです。人という種は生きていけるのかと。お前らしい。事実そういう戦いなんだとしたら、勝敗は紙一重になるかもしれないな。周りを巻き込んで、傷つけて、苦しませて、死にたい。ファダニエルの願望は到底認められるものじゃない。だが、誰だってそこの底にいるときは、似たようなことを思ったことがあるんじゃないか。何もかもが疎ましくなって、どんな慰めも胸に届かない夜がある。それをどうにか飲み下して生きちゃいるが。うまくやり過ごせない時もある。なまじ知性のある種族ほどな。復讐なんてものも結局はそれと同じことだ。相手が絞られてるってだけで、苦しみの沼の底で他人にも破滅を願うわけだからな。そういうことだ。必ずしも生きるという意志が勝つわけじゃないし、逆もしかり。そのせめぎ合いは大抵過酷で際どいものだ。なるほど。では私は、人がかろうじて生きるに足ることを願いましょう。同意見だ。まあ一人きりじゃないなら勝率も上がるさ。復讐の竜騎士だって、だから今ここにいるんだろ。どうかしたのか。ファダニエルに似たやつを見た。本物だとしたら厄介だな。塔への対策を講じてることに感づいたのかもしれない。おお、耐え切ったぞ。じゃあこれで。ああ、完成だ。見て、ついに試験に耐えられるだけの護符ができたの。名付けて五根の霊輪。持ち主をエーテル放射による精神汚染から守ってくれるんだ。素晴らしい。これで皆が塔に近づけるようになる。まさしく歴史を変える発明となるでしょう。ありがとう。でも褒めてもらうのは本番も成功させてからでないとね。君に来てもらったのはこの時のため。
私と一緒にゾットの塔の前まで行ってほしいの。霊輪が十分な効果を発揮すれば何も問題はないはず。もしダメで私が精神汚染を受けたら、ごめんね。捕まえるなり倒すなりしてもらえるかな。ありがとう。来てくれたのが君でよかったよ。リッターナ、本当にいいの？そんな顔しない。自分たちの作ったものをまずは自分で信じないと。曲がりなりにもまとめ役ならなおさらでしょ。だけど、もし失敗したら、その経験をどうか次に、私たちの錬金術にかけて、約束よ。お前たちが出てる間、イレツ教は見張っておく。ファダニエルが来ているとして、どこに仕掛けてくるかはわからないからな。そっちも十分注意しろよ。それじゃ行きましょうか。牧場跡にいる兵士さんに船を用意してもらうから、準備ができたら北の海岸に来て。
そろそろエーテル放射の圏内に入るはず。お願い。よかった、ちゃんと防げてる。あなたも平気？このまま塔の前まで進んでも大丈夫そう？私自身にも今のところ異常はない。このまま入り口まで進めたら成功よ。この霊林にはみんなを守るだけの力がある。これを量産すれば本格的に塔を調査することだって。早く戻って伝えなくっちゃ。離して。カノア。はいはい、暴れない。足とかぶつけると痛いですよ。いや、止まって。私はまだ。残念、一足遅かったですね。ああ、なるほど、あれと同じか。うわ、睨まれている。仕事とはいえ、不況を買ってしまいましたかね。私の昔のお客様なんて、こういうのを見せるとキャッキャッと猿みたいに喜びましたよ。ま、あれはあれで不愉快でしたが。私はアシエン・ファダニエル。以前も申し上げた通り、天聖組のアシエンです。かつて終末の災厄が起きた時にファダニエルの座についていた男、その魂を継いでいます。理論上はけど、そんなの知ったことじゃない。私は私として生まれて、
時を過ごしていました。紆余曲折あってアシエンに加わることになり、昔のファダニエルの知識ももらったのですが、それが自分自身だとは感じられませんでした。だから、そうですね、さらに素性を明かすとしたら、アシエンになる前の我が名をお伝えすべきかと。あれももう捨てた過去ではありますがね。聞いた話によると、あなたアラグの遺跡調査でも活躍なさっていたのでしょう。なら、ご存知かもしれません。私の古い名は、アモンと申します。かつて繁栄を極めた国があった。そこでは誰しも不自由なく、どんな時代よりも当たり前に明日が来た。そう、満たされていた。だからこそ病んだのだ。やはり君は天才だよ、アモン。あんな面白い実験、どうしたら思いつくんだ。やつめ、目が覚めたら牛の頭にされていて大慌て。わめいても出てくるのは汚い鳴き声ばかりときた。あれは本当に友人たちと一緒に大笑いさせてもらったよ。私が心血を注いだ研究は、価値もわからない奴に娯楽として浪費されている。いや、研究だけではないか。人々はいつも刺激を欲しているのだ。些細なことさえ追い回さずにはいられないほどに。この国は病んでいる。私はそれを変えるのだ。あの方、伝説の始皇帝をよみがえらせることで。私の目論みは果たされ、国は再び前へ外へと動き出した。決して冷めることのない熱狂の中にいるようだった。けれど、栄華を牽引する陛下だけがついぞ満たされることはなく。アモンよ、覚えておくがいい。果てまで歯を唱え、どれほどのものを得ようとも、死は全てを無に返す。無なのだ、何もかも。お前も察しているだろうが、この戦い、おそらく皇帝が負ける。だからお前を召し、お前がつくべきファダニエルの座もちょうど空いている。ミスミスこの国と心中させるくらいなら、同志として迎え入れよう。クリスタルタワーの方にはお前のクローンでも送っておけ。そして確かめるがいいだろう、この先に何が待つのかを。映画の末路が物語る。
あの哀れな陛下は正しかったのだ。何を得て何を気づけど、やがては終わる。生きるのはただ無に至る童貞でしかないのだろう。わざわざ隙を作ってくださってどうも。私はこのまま引き上げるといたしましょう。大丈夫、その獣人は蛮神を生み出すための貴重な資源ですから、簡単に殺したりはしません。あ、ただ無理に引っ張ると死んじゃいますので、足からです。せいぜいお仲間たちと頭をひねってくださいね。ではでは、いずれは、こんな端末の塔ではなく、大元の方でお待ちしてます。殿下と一緒。